三木城。三木城は、張馬国民王軍三木、兵庫県三木市城の丸町にあった、日本の城、平山城、富山城や別所城とも呼ばれる、小寺市の沖城、三木市の映画城と、並び張馬三大城と称された。城石は、三能川の南岸の大地にあり、赤市の北約 19km、姫路の東約 31km の地にあり、 それほど、肥沃の土地ではなかったが、京都有馬は、古くから整備された、交通の要所、湯山街道に築城された。天正六年、1578年から2年、20ヶ月にわたって、小田方の橋場秀吉と、別所長春との間で兵糧を攻め、三木合戦、三木の日殺しを含めて、激しい工場戦が繰り広げられたことで知られている。この三木合戦の際には、 関城、稲見郡、鹿方城、稲見郡、大御城、美濃郡、高砂五城、カッ郡、橋谷城、明石郡など、東張間各地の城が市場として別所型に従った。本来の城郭は、現在の三木市が一部分も含むものであったが、本丸周辺だけが上の丸公園として残っている。公園内には、長寿の寺星、 今はただ恨みもあらじもろ人の命にかはる我が身と思えば、下避や場外への抜け穴があったと伝えられる、カンカン井戸、そして近年建てられた、長寿の像がある。公園に隣接して、三木歴史資料館、旧三木市立図書館、城郭跡の下には、勝原、ナメラ商店街がある。毎年5月5日には、長、矢を忍び、別所高春祭りが開催されている。 三木城の築城時期に関しては、諸説あって、はっきりしない。そもそも君が、峰城が、三木城の初見で、後に、現在の地に移築されたのではないか、という説もある。三木戦士、明王元年、1492年9月三木の、富山城を、築きての2四度ろりとあるので、この地に、三木城が築かれたのは、この明王元年前後ではないかと推定される。 この地に城を築いたのは、別所の理事で、突然歴史上に登場する。文明15年、1483年冬、張ましゅ赤松正則が、山名正豊に大敗し、境に逃亡した。翌文明16年、1484年2月に、正則が家臣団により、家督を敗されたが、別所の理事は正則を要して上京し、室町幕府を御所。 足利義政の助力を得て、家督を復活させた。それ以来即治は、数々の武功を挙げ、正則より八軍が与えられ、その地域に三木城を築城し、別所氏は赤松鹿診断の中で、浦上市に次ぐ実力者となったようである。の理事の孫、別所修治の時代になると、三木城も戦場の地となる。修治と浦上村宗が内紛状態となり、 協力三年、1530年夏西宇治は、柳本賢治に援軍を要請、より富士城を向上していたが、柳本賢治が就寝中に暗殺されてしまった。それを皮切りに、細川高国、村宗連合軍が、三木城はじめを機城、有田城に攻撃を開始、落城させた。この戦いが、三木城の攻城戦の初見ではないかと推定される。 死ゆは一旦国外に脱出したようだが、翌今日64年、1531年の中島の戦い、大物崩れで、村胸が討ち取られ、高くにも自害すると、死ゆも三木城に戻ったようで、東張まで大きく、勢力を伸ばしていった。その後天文七年八年、1538年、1539年の二度にわたって、甘古戦、久し、後の春久が、 三木城を攻撃してきた。この時赤松市の国人衆は、ほとんどが天子軍に下り、三木城のみが東張間の拠点となった。しかし赤松春政は二回も国外に脱出したため、守護としての地位が落ちていったが、代わりに潮時の東張間での地位は上がり、赤松市から細川春元派へ組みしていく。しかし、春元を京都から追放した三好長兄に目をつけられ、 有馬重則と対立していたことを口実に、三好軍の攻撃を受ける事態になり、天文二十三年、五百五十四年九月、長兄の同族、三好長一に、三木城の史上七つを落城させられてしまった。ついで同年十一月に、長兄は、援軍として、弟の三好十九を送り込み枝吉木を行為、翌天文十四年、百五十五年に、赤石は、 三好軍と和を結び、修士も支えきれず、和儀を結んだ。ここから修士は、三好三人衆軍に組み入れられ、大和まで出陣したようである、東大時代仏弦の戦い。その後、A62 年、1559年には、宿敵であった頼藤氏を滅ぼした。別所安次に変わった、A61 年、1568年には三、人衆を見限り織田信長方に就いた。 翌永六十二年、一五百六十九年に安寺は、織田軍として、西張間へ攻め込んだが、逆に三人衆軍として、浦上宗影が、三木城に来襲してきた。しかし、翌永六十三年、一五百七十年に、再び西張間に攻め込む。また、当主が、別所長春に代わり、北張間の有田氏も滅ぼすと、戦国大名を化してい。天正六年。 1578年3月7日、毛利氏攻めの先鋒を務めると信長に訳した長治は、突如三木城に立てこもり、橋場秀吉に反旗を翻した。過去川会談で、意見対立したのが原因と思われているが、日本城郭体系ではその前に、毛利照本と筋書きが整っていたとし、照本の外交上の勝利であると解説している。当初軍は戸惑ったようであるが、 三木城の城下町を焼き払い、監視する万城のみを置き、別所長春軍に組みしている城を一つ一つ攻め落としていった。翌天正七年、1579年5月末には、完全に三木城を行為し兵糧を立つ戦術に出た。橋場秀吉隊は、出る杭を打つというような戦術で自ら打って出ることは、なく、同年2月と9月に別所長春軍は、 合戦を挑んできたが、いずれも敗北している。翌八年、1580年1月6日から、本格的に工場を開始し、同1月15日に会場を勧告し、長治もこれに応じ一族共に自害した。長期戦となったものの、三木城への工場戦は半月で決着がついた。その後秀吉は、姫路城を居城とし、三木城には城代を入れた。天正十三年、 1585年8月に中川秀政が入場するが、文読元年、1592年に、秀政が朝鮮出兵で戦死すると弟の中川秀重が後を継ぎ、文読三年、1594年に文後へ違法された。その後は豊臣氏の直轄地となり、常番が入った。上番には合手や内前、福原七郎左衛門、福原右馬之助、 朝日へ問題部、青木正言、杉原宝紀神の名が歴代として伝わるが、実態は、はっきりしない。ただ、豊岡城主である杉原が、三木城番を兼ねていたことは、文書が残っている。関ヶ原の戦いの結果、池田照正が、針馬52万国の大名となり、姫路城主となると、三木城も六つの史上の一つとなり、 宿老の息中寺が三万国を治業し、三木城の上主となった。その後、息忠重が継ぐが、元永元年、1615年、一国一条令によって破却された。息忠重は国外により退出し、赤市城の築城の際に、三木城の古材も使用したと言われているが、それを裏付ける証拠は現在まで発見されていない。三起城は県城であるが、 三木合戦以前にも幾度か落城の浮き目にあっており、その都度拡張し、防備が強化され、日本有数の剣城になったと思われている。現在の三木城跡には、当時を忍ばせるものは非常に少ない。別所長春後四百年を記念して、コンクリートの塀が築かれたが、これは金星城郭の塀で、少なくても別所長春時代の塀は、 呂類と兵を連携したようなものであったと思われている。また本丸の西側の崖には、腰狂わのようなものがあったがコンクリートで固めて、しまっている。本丸の標高58.2メートル、飛行は約20メートルの切れ崖に囲まれ、南側と北側に、空堀が設けられている。ここには、稲荷神社、三木市立金物資料館、保育所があり、井戸が数カ所見つかっている。 また本丸北側にはカンカン井戸と呼ばれている。本丸井戸があり直径は3.6メートル、深さ25メートルあり、昭和初めに掘り直された。この井戸より別所市が使用したと伝承されている阿ブミが出土し、雲流時に保存れている。また本丸には天守台と言われる場所があるが、三木城復元図によると、この場所は櫓と記載されている。またこの 三木城復元図によると、ちょうど保育園がある場所が御点との記載があり、保育所建設時に礎石と見られる石列と多量の炭が出土しており、御点跡が推察されている。またこの三木城復元図には御点の横に天守と呼ばれる車がある。しかしその場所は大工場線によると、少なくとも別所長春時代までは天守は築かれていなかったと記載している。 この場所には、三木高校があったが、今は、三木歴史資料館、旧三木市立図書館と、堀光美術館が建設されている。標高は57メートルで、江戸時代までには本丸に面した場所に、倉が建っており、高さが2軒、約3.5メートルの土塁があり、3方に、空堀があったと思われている。三木市立図書館や堀光美術館が建設される、前の発掘調査では、 三木城の倉庫跡と思われる場所から二十一個の微前焼の大亀発掘された。これに炭化した爆竜がついていたことから、食料貯蔵用に使用されていたのでは考えられている。この大亀の復元品は、三木市立図書館で展示されている。この発掘調査では、門、建物、内堀、外堀跡等の遺構届き、軒丸瓦、銅線、重骨等の遺物も出土した。 新城グルワは、その名が示す通り比較的構成、三木合戦以後ではないかと思われているになって気づかれたものと思われている。昭和三十五年、1960年までにはほぼ原型を止めていたが、堀を埋土類を崩し道路とした口化された。土類の高さは二県で東側と南側に気づき、その周りには空堀を巡らしている。特に南側の土類は、高野グルワを意識し、 堀底から土塁の最長部は9メートルあったようである。ここは南西にあり、土塁が切れる場所には、下緑が設けられていた。雲龍寺は、三木城の城郭の一部だったと思われている。三木合戦で、会場の際には、別所長春が雲龍寺の和尚に工事を託し、日頃愛用していた品々を送り、それが、現在も、寺宝として残されている。また、この寺の南側には、 別所長春と、照子夫人の首塚が残されている。別所長春は、当時の習わしに従い、照子夫人と3歳になる我が子を視察し、その後切腹の場に臨んだと伝わっている。最近の調査では、橋場秀吉が築いた付け城軍が30カ所、土塁線が10キロメートルと次々と、新しい発見がなされており、国の史跡に指定されている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。